令和2年2月3日節分、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、豆の代わりにごまきを巻くという、全国的にも珍しい節分祭が行われました。阿蘇神社の節分祭は夕方から始まり、仮の拝殿に茅を円錐形にした高さおよそ3メートルの足塚を設けて、4人の神職が囲み、山の幸、 海の幸などをお供えして祝詞をあげ参拝客や氏子たちの無病息災と家内安全を祈願しました神事が終わるとかがり火で清めた2000本のごまきがまかれ観光客や氏子らはこぞってごまきを拾っていました阿蘇神社によりますと豆の代わりにごまきをまくという節分祭は全国的にも非常に珍しいということです 拾ったごまきは木に燃やして体を温めると1年間は病気知らずに過ごせると言われ参拝者たちは早速、拾ったごまきを燃やして体を温めていました。